ぬるまさ TV が始まるぜ。はい、皆さんこんにちは、ぬるまさです。いつも YouTube、Facebook、カメブロン、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。マシン。ファミリーマーク。ファミリーマーク。ファミリー。家族。家族のマート。こだわりパン工房ですね。チーズケーキ、ブリオッシュ、カッコストロベリー137円税込み。ブリオッシュ。ブリオッシュ風の生地に、レアチーズ風味のクリームとイチゴジャムを練り、さらに、チーズケーキ生地を乗せて焼き上げました。ブリオッシュ風の生地に、レアチーズ風味のクリームと一応練って、さらにチーズケーキ生地を乗せて、なんか、かなり手が込んだものですね。で、これ系のやつがですね、ストロベリーが結構いまいちだったりする可能性があったりなんかするもんですから、ちょっと買うのを一瞬躊躇したんですけども、見た目の美味しそうさとですね、あとチーズケーキ、なるほどなということで、ちょっと試しに、ちょっと冒険して、僕として冒険して買ったことですね。ということで、あげてみたいと思います。うん。あー、チーズケーキとストロベリーの混ざった香りはね、ほんとそのまんま。そのまんまやないかい。でも、ちょっと珍しい、なんかビジュアルというか、ですよね、これ。この、ここが、いちごですかね。いただきますね。うん。あ、なんかこうなってる。こうは。いちごは。いちごいらないんじゃないかな。なんかね、なんかね、いろいろ手をこん、混んで作っただけあって、ちょっとね、複雑っていうか、馴染みないっていうか、いろいろやりすぎ、いちごとかはいらないかなって気がしますね。いちご今の季節、いちごの時期なんで、いちご入れたってのもわかるんです。し、あと、ま、いちごなんとかってことにすると、まあ、売れるのかなっていうのもあるんですけど、俺的にはいらないかな。で、それがないと普通のじゃあ今までのこの、なんか、チーズケーキ的ななんかなんとかな。まあ、チーズケーキ風味パンみたいな感じかもしれないですけど、どうですかね。これ好みですね。結局、それ言っちゃったらあれなんですよね。なんだろうな、いろいろ手を今度の作ってみて、まあそれがね、販売しないごとに売れる売れないもわかんないし、なんとも言えないんですけどね。ちょっと見た目すっごい美味しそうなんですけどね。なんかどうかな、やっぱりでした。なるほど、わかりました。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのはファミリーマートさんのファミリーのマートさんです。チーズケーキブリオッシュ、ストロベリー137円でございました。ありがとうございました。